皆さんこんにちは。お掃除で幸せな奇跡を起こす開運、お掃除、コンサルタント姫川律です。今回は思い切って捨てるメリットというテーマでお話ししたいと思います。なかなか断捨離できません。捨てられません。というのは本当によく聞くお悩みです。けれども、どこでつっかかってるかは人それぞれというところがあります。私は大きくお部屋を。 こんな感じでレベル分けしております。で、そのレベルそれぞれでですね、あの、捨てられないっていうお悩みってちょっと違ってくると思うんですよね。で、えー、こちらのレベルですけれども、汚い方からゴミ屋敷レベル、お部屋レベル、実家レベル、成功者レベル、サロンレベル。で、このレベルは、この波動の工程をそのまま表しているとも言えます。 これについて語っている動画もありますので動画説明欄のリンクからぜひご覧くださいねまずはそれぞれのレベルでのゴミの状態を見ていって、えー、断捨離のアイデアを考えていきたいと思いますまずゴミ屋敷レベル、えー、こちらの問題点は日常のゴミが捨てられないという点にあります ゴミの状況は、レジ袋に入ったゴミが山積みになっていたりですとか、空のペットボトルがこう大量に立っているみたいな状態にありますえ。こういった方々の断捨離のアイデアなんですけれどもえ、ちょっと見ていきましょう。一つ目、ゴミの日は必ず何かしら捨てる習慣を作る。 この部屋の方は後回し癖が非常に強いんですよね。ですから、ゴミの火がね、あったりとか、ゴミが捨てられる時でも、ああまだそんなに散らかってないからいいか、みたいな感じで、こう、すぐにこう後回しにしてしまうんですよね。ですから、もうあろうがなかろうがとか、ちょっとでも、必ず何かしらをゴミ捨て場に持っていく習慣をつけましょう。 それから、えー、ちょっと断捨離とは違うんですけれども、換気の習慣を作るということですね。えー、換気ができていないことが結構多いので、必ず窓を開けるとか、えーまあ、窓を開けたらちょっと、えー、別の場、ところも開けてね、2箇所開けると結構風通しが、えー、出ますので、えー、換気の習慣を作るというのは、えー、すごくいいと思います。それから、まあ、こういったお部屋に えー、住んでいる方は、お一人では難しいので、人の手を借りるっていうのも一つ、えー、方法ではあると思いますね、えー。業者ですとか、まあお友達もできればいいんですけれども、はい、まあプロの手を借りるというのも一つ手かと思います。ただしですね、業者の手で綺麗になった。あっ 大切なんですよやっぱりこの習慣が変わっていないと元の木阿弥になりやすいので、えー、きれいにした後はですねやっぱりこう毎日の習慣ゴミを捨てる、えー、掃除をするといった習慣はご自分で頑張ってつけていくしかこ正直ないかなと思います、はいえー、次のお部屋レベルの方ですね、えー、お部屋レベルの方の方 問題点は、まあ、あの日常を見捨てられているんですけれども、あの全体的に不要品が多い、使っていないものが結構たくさんあるっていうことなんです。で、こういった方の、まあ、課題なんですけれどもあの、とにかく物の数を減らしていくというところがポイントになります。 で、アイディアなんですけど、まあ、いろいろあるとは思いますが、一つ目のアイディアが、一、えー、日一捨てですね。えー、必ず、一日に一個、こう、いらないものを捨てていく、みたいな、感じの一日一捨て。で、二、えー、つ目がですね、これは私がやってたことなんですけど、三個捨てトレーニングというのをやってたことがあります。あの、ゴミ出しの日にですね、ゴミ袋をこう、 まあ、こう、作るじゃないですか。そうしたらですね、プラス3つ、あの、いらないもの、捨てられるものをそこに追加するっていう、あの、参考捨てトレーニングですね。あの、自分でこう、こうパッと見て、いらないものを袋に入れるんですけど、そうすると、あの、いらないものをこう、見つける。 目のセンサーっていうのが、なんかこうトレーニングで発達していきますので、まあ、これもトレーニングとして、あの、毎回毎回やるのもおすすめでございます。えそれから、えっ、ー、と、ゴミ捨ての日にですね、あの、空のゴミを、ゴ、え、ミ、ー、袋を一つ用意して、で、このゴミ袋をいっぱいにして、 わざわざですよ。一つ、この空の新品のゴミ袋をいっぱいにするっていう。まあ、これもゲームみたいなものなんですけれども、えー、こういうこともやっていました。ゴミ袋を手に持ってですね。で各部屋を回ってで、それをどん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 こういっぱいにしていくとか。あとは、あの家族全員に呼びかけて、いらないものここ入れてみたいなで。それがいっぱいになるまで,、えーなんですか、集めるみたいなことも、はい、やったことがございます。 で、まあ、こんな形でもう、もうとにかく、どん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 手当たり次第ですね。このレベルの方は、えー、もら、ものを減らしていくことに専念していきましょう。で、減らしていくとですね、また次のステージっていうのが、えー、で、見えてきます。こう、なんですかね。断捨離って加速するので、えー、またガガガガッとこう、捨てた気持ちになるかもしれないので、はい。えー、ここは、ものを捨てていく、減らしていくことに専念しましょう。 実家レベルの方。こちらの方々はもっと物の数をこう絞り込んでいくことができるんですよ。ですからそこの絞り込むというところ。それから、あの、物置部屋ですとか押し入れがブラックボックス化していることが多いんですね。なんか、きれいに、外がきれいにこう整っていても、これ何が入ってるんですかって言うと、 何ですかねみたいな。あと、この押し入れ何が入ってるんですかとか言ったら、うん、なんかいろいろ入ってるんですけど、なんだかよくわかりません。みたいな。えー、いう方が、まあ、多いかなと思います。で、そういった方々の課題なんですけれども、まずは、一、えー、つ目ですね。アイテム数を数えてみて、えー、数を絞り込んでいくっていうこと。例えばですね、あの、ボーダーシャツ10枚とか。 ね、もう、同じようなボーダーシャツを10枚とか、あともうすごいそっくりなトレンチコート5枚とかですね。あの、非常にこう、なんですかね、持ち物が偏ってることってあるんですよ。で、まあ、お話を伺うと、結構ね、こういうものってこう、ストレス買いが多いんですよね。決まったアイテムを、 ストレス買いするっていう方は結構あるあるなんですよ。なんかね、イライラするとボーダーシャツを買ってしまうみたいな、えー、いうことなんですね。似たようなアイテムはね、例えば3枚に絞るとか、トレンチコートは1枚にするとか、いう形で絞り込んでいきます。ストールとかバッグみたいなものって、知らず知らずのうちに、え増えていて、 で、なんか全部出して数えてみたら50個以上ありました。みたいなね。で、その中には、な、な,なにこんなの買ったっけみたいなものがあったりっていうのもあるあるなんです。なので、数をこうも全部出してみて、数えてみて、えー、把握するというのは一つの方法ではないかと思います。えー、文房具なんかもですね、ホチキスが3つあったらもう一つにするとか、 ボールペンも10個あったら3本にするとか、えー、少しにこう数を絞り込んでいくっていうのはやってみていただきたいと思います。で、そうやってね、絞り込んでいくと、あのー、何ですかね、そのペンをね、10本あったペンを3本にするとしたら、この3本をどうして残したかっていうのが結構自分でも考えるじゃないですか、一生懸命。そうすると、こう、 なんですかね自分がはっきりしていくんですよ。私は何が欲しいのかとか、何がいらないのかとかですね。そういうところがくっきりしてきます。そうすると、こうなりたい自分、私はこういう風になりたいんですっていうのもはっきり見えてくるものなんですよ。ぜひお試しください。はい。えー、それから2つ目ですね。洋服などは、まあ、シーズンの一軍だけを 持つようにする。これはもう本当に必要なものだけを持つようにするっていう絞り込み方です。洋服もこの一年に着る服だけに絞り込むと、やっぱりね、クローゼットの中がこう際立ってくるんですよね。で、あの、さっき言った通り自分がはっきり見えてきます。私にはこういう服が必要なんだっていうところがもう、ね、こう自分の軸がしっかりしてくるんですよね。 で、まあ、あの、私はそれ以外は手放してくださいって、もう、<laughs> 捨てちゃってくださいって言ってるんですけれども、まあ、あの、もちろんね、え、そんなの無理ですっていう方もいらっしゃると思います。で、あのー、まあ、そういう時は焦らずに、えー、今はそういう時、その時じゃないなということで、えー、焦らなくても大丈夫ですので、えー、ね、まあ、ちょっと紙袋に入れて <laughs>、ちょっと保留でも構いませんので、はい、えー、 そこも極めていくとより自分がはっきりしてくると思います。はい。えー、三つ目。ストックの持ち方もシステム化するということなんですけれども、あのー、ストック品ってティッシュとかね、トイレットペーパーとかね、あのー、洗剤ですとか、在庫なんですけれども、このストックのものもいくつ持つんですかとか、どこに置くんですかとか、そういうのもきっちり決めると、 例えば安いから買ってきちゃって、あ、これ置き場所ないから、じゃあいいや、和室のここ置いとこうとか、ドアの前にボーンって置いたりですとか、えー、その辺に出しっぱなしみたいなことはなくなってきます。ここの棚に4つ入ってますみたいな。っていうのがはっきりすると、あのー、在庫のね、管理もしっかりしてくるかなと思いますね。はい。それから4つ目。ブラックボックスは明らかにする。えー、ブラックボックス。 何が入ってるのかわからない部屋、押し入れ、箱、引き出しなどです。で、こういったブラックボックスは風水的には NG なんですよね、えー。私的にはこのブラックボックスとこの人生の物事がうまく進まないっていう、その関連性があると考えています。でブラックボックスをね、開けるのは すごーくめんどくさいじゃないですか。<laughs> もう見たくない嫌なんですよ。つまり自分の過去にも見たくない嫌なものがこう隠されているというところなんですよね。ですから、まあちょっとここは腹をくくって、ブラックボックスは開けて明らかにして捨てていくこと。これをやるとなぜか現実が変わってくるということでございます。 そうやって断捨離していく中で、えー、捨てたら後悔しそうで不安とか捨てることに罪悪感がありますとかこう躊躇することってありますよね。覚悟を決めて「えいや!」って捨てることがもう必要になるんですけれどもなかなかそこができませんっていう方は多いと思います。ただですね、ここの覚悟を決めてててえいやって捨てることにも、 メリットがあると思うんですよねここからは、いいやと捨てて得られるメリットを考えていきたいと思います。まず一つ目、波動が強くなるということなんです。捨てたら後悔するかもとか、すごく怖いじゃないですか。勇気を出して腹をくくって捨てるということ。後悔したってすべて引き受けるという覚悟が必要になります。この勇気、 とか、腹をくくるとか、決断とか、覚悟みたいなフレーズは、丹田を鍛えて、自分をしっかりさせていくんですよね。波動の強さを作ります。そして、波動が強くなると、これね、金運とも関係があるんですよ。金運も上がってくるもんなんです。ですから、この覚悟が、何、えー、ですかね、自分の強さを作ると思って、腹をくくっていただきたいと思います。2番。 捨てて後悔することのメリット。捨てて後悔することのメリットも考えてみましょう。えー、私は断捨離をよく丸太から仏像を掘り出すようなものと例えています。丸太から仏像を掘り出すときにこう輪郭の際々を攻めていかないと、削っていかないと、えー、美しい仏像にはならないじゃないですか。 ですから断捨離も同じようにやっぱりこうキワキワを攻めていっていくことが大切だと思うんですよね。でその時にたまにちょっと削りすぎたというかたまに失敗することがあるかもしれません。でその時もですよあそうかこれを削りすぎるとこういう失敗になるんだなとかあこういう気持ちになるんだなっていうのが こう、わかり、わかるとね、それこそ、さっき言った自分の輪郭というものが、はっきりしてくるじゃないですか。つまり、際を攻めていかない限り、こう輪郭ってはっきりしないんですよね。ちょっと削りすぎたら、あなるほど、なるほど、ここか、みたいな。っていうふうに、この自分のここ、ここがわかるっていうことにつながると思います。はい、3番目。罪悪感を感じるメリット。 捨てる時に罪悪感を感じるという方も多いです。でも、この罪悪感を感じることにもメリットがあると思うんですよね。罪悪感っていうのは、せっかく買ったのに、あまりこのものを使っていないとか、活用し,しきっていないみたいな時に感じやすいと思うんですけれども、そういったものを捨てて、こう罪悪感、ああ、なんかせっかく買ったのにほとんど 買ってないよみたいな、えー、いう時に価値感を感じると次に買う時により慎重に考え抜いて買うことになるんじゃないでしょうか実際にあのお客様でねこうどんどん捨てていく過程で「あーなんで私こんな無駄遣いばっかりしてたんだろう」ってなんかすごく反省してで反省したらこう物欲がシューって。 なくなっちゃってあのお金が余るようになりましたっていう方はね非常に多いんですよ。で、えーとねまあ、それだけお金もたまりますし物もなんか不要なものも買わなくなりますし、はい、これは結構、ね、メリットの部分じゃないですか。ですからあの捨てる時に罪悪感が出る時は これからは慎重に買い物する、えー、それの良い機会だなぁと思って、そこにもメリットがあるというところを見ていただきたいと思います。四つ目、ないを体験するメリット。はい。ないを、ないっていう不自由さを体験することにもメリットがあります、えー。私の自分のね、あの経験なんですけれども、洗濯機、電子レンジ、 冷蔵庫、ベッド、テレビ、掃除機、何にもない部屋で3ヶ月間暮らしたことがあるんですよ。で、えー、ね超絶ミニマリストなんですけれども、あのー、非常に苦しかったんですよ。で、えー、3ヶ月後ねこれらを買った時は「もうなんて便利なんだ!」って涙が出るぐらい嬉しかったんですよね。ですからまあ何を体験するとこうあるの。 ありがたみが倍増しますので、えー、これがなくてすごい。なんかなんですかね。不便になるって。まあ、言うときはその不便さを体験することもはい、ちょっといいかもしれないと思って捨ててみるというのもあの手ではないでしょうか。でも今使ってる冷蔵庫を捨ててください。っていうわけじゃないですよ。例えば冷蔵庫が3つあって、えー、ね。 この3つの、この1個を捨てたら不便なんじゃないかしらみたいな意外と不便じゃないかもしれないというところをそこのね、キワキワを攻めていただきたいと思います断捨離には後悔するとか罪悪感があるみたいなネガティブな側面もあるんですけれどもポジティブな側面だってあるって考えてみると、えー、捨てられるかもしれません一番のポジティブな側面は そのスペースが空いて、そこにエネルギーが流れ込むっていうことなんですよ。これが何倍もすごいことなんです。ですから、ちょっと思い切って捨ててみていただきたいと思います。今日の動画いかがだったでしょうかご感想、質問、お掃除報告、コメントの方にお寄せください。チャンネル登録、いいね。 いつもありがとうございます励みになっておりますそれではまたお会いしましょうさようなら Zoom イベントのお知らせです Zoom で自宅見学会開運大掃除作戦会議というイベントを行います、えー、我が家を見たいという声にお答えして Zoom で、えー、自宅見学会我が家の見学会を開催いたしますすべてをお見せするつもりでおります ついでに大掃除のこともみんなで考えちゃいましょう開運大掃除で2024年を最高な状態で迎えましょう日時は2023年11月18日土曜日午後1時から3時の予定でございます詳細は概要説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらからご覧くださいお申し込みもそちらの方にございます 皆様のお申し込みお待ちしております。